こう握力をこうつけるこうガチャガチャガチャっていうあのバネのやつあるじゃないですか。あれで言うとボールを当てるときにこう握るんじゃなくて握ってから当てる感じですね。だから最初から握るっていう意味でなんですけど、そういうことをあんまりね、まあ言ったみたいですけど、あんまり逆なことはね、DVD の中で言ってないんですよ。だから手打ちは言ってないんですね。でも手明らかにその論理から言うとフェデラーは手打ちですよね。フェデラーってここで終わってますよ。体がこっち向こうとはほとんどなくて、ここでも絶対終わりますね。で手巻きついてませんか、こうやって巻きついてますよね。でもあれがおかしいっていう人は絶対誰もいないわけじゃないですか。でも絶対こうですね、でちょっと後ろからいきますね。今度はさっきよりももっと腕を大きく振ることになります。リストプラス腕ですね。リストプラス腕です。かといって体全体でこういうふうに打つことはないです。腕だけで、より強く腕だけですね。それからこの辺に力を入ると腕が早く振れます。ですよね。ラケットを本当に早くぶん回そうと思ったらここ力入りますよね。これ遅いですよね。体全体でこうよりもここを力入れて、これが一番早いです。だからここ体幹部分を力入れます。だから体幹トレーニングってありますね。ぶれないようにね。すみません、それでいきます。すみません、今